9月8日、太刀、山伏国広が、極めの姿に。外しちゃいましたね。今まではね、内番とかでないと、あのブルーの髪とか、あまり見ることなかったけども、さあ、どんな感じになるのか。このハートの何なんかいろいろ気になる部分がありますね。催し物か。そして、どうする？戦力拡充計画。レアですね。各演習場のボスを撃破すると、刀剣なしをまれに入手。迷うね。どこを回るか。だろうけども、今んとこレアだと、ねねきり丸とかなのかな。まあ、どの道、回りたい。イベント任務を達成すると、極めグッズも手に入る。9月の23まで。お金を払えば便利に。担当が終わったようだ。早速行ってこい。いつもと違うカッカッカ。主殿。はい。今日こそ。はい。山ごもりの許可を願いたい。いいよ。そこまで気合たっぷりにお願いしてくるとは。今のテンションだったらね、主殿、冷凍庫のハーゲンダッツもらいたいとか言われてもいいよって言っちゃうかもしれない。たんまりあるぜ。みんな行ってこいよ。まだ実装されてないと。さあ今回行ってらっしゃいをするのは、極めになってボイス変わったかどうかはわからないけども、試しにどうぞ。せっかく彼が君のために着飾ってくるって言うんだ。期待して待たないとね。かっこよくなってくるかね。かっこよくなってくるかね。あ、しまった。今回タイムアタックするの忘れてた。山伏タイムアタック YTA。で、帰還します。襖がシャッて開いたあたりでタイマーストップ。まあ今回はやめておくかな。刀剣男子が戻ってきたようだ。おお、悟空みたい。なんかここらへん。主殿、ただいま戻ってきたのである。修行の結果を、我が筋肉を見よ。はあだったらね。あなたちょっとチャンピオンロードの奥の方にいませんでしたってなるけども、へえ、すごい強そう。いろいろ装飾がこんなに派手になるとは。カッ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 カ。未熟者ではあるが、節操が導こうではないか。一人でな。極めたちだから。戦もまた修行。勝つも負けるもさじであるぞ。どこら辺がいいかな。一面だと普通に勝って終わりそうだから。生存いくつある？ 73。 これはなかなか削ってもらうのも大変そうだね。さあ戦闘ポーズも楽しみ。ケベス。おお、炎エネルギー。敵を知り、己を知ることが戦の第一歩。バーニングマンダらしそう。敵はいかほどか。戦もまた修行。全力で行こうぞ。まあレベル帯に合わせてのね、強さになるから。防御である。マッスルガード。日本語にした方がなんか強そうに感じるね。頑張れケビシ。勝つもくせよ。する。その筋肉を。何筋にする？脊柱起立筋とかを見せつけてやろうぜ。どうぞ。なあ。きちんと滅却すれば。
また涼しい。浸透を明確すれば刮目せよ。バルクもまた増加。鉄装の筋肉を。お、来たか。不動明王よ、迷いを打ち砕きたまえ。触りを覗きたまえ。サマンダーバーザラダンカン。すごい、栄翔もなんかめっちゃ気合入るようになったね。うん。焼肉焼くなら晩餐かん。戦もまた大きな流れの一部でしかない。一喜一憂は禁物であるぞ。セリフ長めなの多いっすね、山星さん。で、背中の不動明王、かっこいいな。でもこれ、あれでしょ、タトゥーシールでペリペリビって剥がすんでしょ。やっぱね、背中にこういうモモンとかあると担当たちは怖がるだろうから、いや、山口さん、それ、あ、これ、これは、ビリビリビリ、剥がれるぞって。それか、あれかな、あの、体温が上がると浮かんでくるってやつかな。あの、バキの作者の板垣先生が、メイキャッパーっていう、メイクバトル漫画を昔書いてて、あれにもあったな、あの、日酒を、その、飲んでもらってメイクした人に。で、体温が上がるとなんか浮かんでくる、なんだっけあれタトゥーだっけかな、なんかそういうのがあったエピソードがあったな。ツン。傷ついた後の回復でこそ筋肉はより強くなるのである。超回復理論だね。うちの本丸だとさ、あの火薬玉取り返したやつ全部あの大金平の部屋にぶっ込んであるんだけど、そこにこいつを生かしたら大変なことになっちゃうね。燃えちゃう燃えちゃう。すごいね、その極めになるとさ、みんなあのオーラをまとうじゃん、刀身に。この炎の表現かっこいいな。うん。主殿、拙僧こもって筋肉を再生させてくるのである。そういう言い方するとさ、本当なんかちぎれたところからなんかうにょうにょうにょって肉片が再生するかのような。山が拙僧を呼んでいる。泳いで行ってこいよ。さあ主殿、拙僧と共に修行を。あれかな、じゃあ山虫が泳いでいく背に俺が乗って。なんかここあれだね、学ランのなんていうんだっけ、爪襟みたいな、違うな、この城に何て言ったっけ、カラーだかカーラーみたいな名前の、うん、あれっぽいね。さあ主殿、さあさあ、カッ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 。主殿、拙僧の筋肉に興味がおありかな。そうだな、ハムストリングス見せてもらおうかな。さあ主殿、さあ筋肉さえあれば大抵のことはなんとかなるのである。そうそう、なるなる。無論主城を再度することも。てかすごいね、ここさ、これ飾り？髪の毛どっちだ？飾りかな？ちょっとあの、あ、ここの部分だろうね。この、なんていうんだろう、ティアラみたいなとこに葉っぱがあって、サイドも。一瞬編み込みので、ね、お酒っぽくここだけ垂らしてんのかなと思ったけども、そうではなかったか。カッ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 。拙僧は山ごもりより帰ってきた山伏国広。修行に終わりなど存在はせぬが、主城の祈りに応え再び戻ってまいった。主殿、はい、平穏な世を取り戻すために共に己を鍛えようぞ。激しすぎるよ。なんか出てくる作品間違えてない？大丈夫ですか？かっこいいな。いやー、この炎モチーフ装備かっこいい。なんかあのどこぞやのアカデミアにいませんでした？いいね。そう、高げたの竹もう少し伸ばしてやろうか。8メートルぐらいに。内番姿はおそらく一緒かな。カッ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 カ。拙僧は手紙。
アルジ殿カッ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 カーそれさ、手紙の文面で書く、まあ、これないと山伏って分かんないからしょうがないんだけども、大手を振って長きにわたる山ごもりに出られるというのはありがたい話であるなこたびの機会に節操バルクを成長させねばなるまい人だと離れ山陽をめぐり己の肉体を鍛え上げる己の肉体を鍛え上げるもう筋トレの旅だよこいつ。ただのそれは己との対話である。ゆえに筋肉こそ悟りの証というわけであるなあ、もう帰ってきていいよちょっと君ほっとくとね、オーバーワークしそうだから、あの一回筋トレして戻ってきて休めてもう一回行ってって、そういうペースで行こう。あれじゃの×5。山にこもり己を鍛えていたところ拙僧他の山伏と遭遇してしまったのである。エンカウント、ダメだよやっつけちゃ。いやいや、お互いの筋肉を詳しく話したりはせんので筋肉への影響は起こらん。しかしこの山伏変わった筋肉でなこの打ち方は前世の時代にわざわざ立ちを打とうというのだ。あ、打った人たちか、なるほどしかも剛性を低くする掘り物まで入れようというのだ。全く気が知れぬなどととぼけても仕方あるまいな。山伏が打とうとしている太刀、それはででんと、それこそが主が最高の祈りを込めて打たれた山伏国広ででん、すなわち拙僧であるのだから主だな。カッカ、あ、カカカがない。カカカ死ななくなった。どうしたの、代わりに言っとく。カッ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 カ。拙僧はな、実際に振るうための刀ではない。失われた者への弔いの刃、祈りのための刃、すなわち人の思いを玉鋼に込め鍛え上げた太刀である。しか最高の祈りはもはや遥か昔のこと。拙僧にはもはや弔うことしかできん。それはきっと終わることのなき修行と何ら変わらぬ。筋トレは終わらないってことか。だが今歴史をねじ曲げようとする敵が現れ、それに抗おうという衆生の思いがある。ならば拙僧はその祈りに応えるべくこの力を振るうしかあるまい。出た、最後にカカカカカ、いただきました。カッ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 カー、カッ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 、うんカカカカ SE 演奏。闘争ちょっとカカカッとよかろうしてみますか。カッ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 カー、はい、わかった。カッ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 カー、カッ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 カー、よかろう。新たな武器を使うもこれ修行。むしろなんか重りとかつけてやった方がいいかな十歩兵の鎧だけとか。おお、あるじだな。拙僧に修行の時間を割いてくれるのであるな。何もさせないという修行だね。うん、ほっとくとずっと筋トレするから、あえて何もさせずに我慢させるっていう。精神力を、心の筋肉を鍛えられる、いい修行だ。己の今を知り、向かうべき未来を思索する。ん？それが修行の始まりである。己の知り？大殿筋の話？大地を耕し、自然の息吹を感じる。実に結構。コケコッコ。衣装は一緒ですね。公式のツイッター情報を眺めるのコーナー。紅入れ付きリップクリーム、おお、なかなか可愛いですね。うん、桜の香りのリップクリーム、へえ。三日月、歌集、長谷部、松井号、ああ、松井号入ってんのいいですね。ぬいぐるみシリーズ、ラビットコレクション、おお、赤いの怖いわ。ドンキのがそろそろ終わっちゃう、うん。あ、てかもう終わるね、うん。ユーミンのあの歌の、うん、ジャケット、これは店舗
特典とかのか。多分買うとしたらデータで買っちゃうな。うん。刀剣乱舞5周年記念祝賀。情報系はそんなもんかな。この辺り前も見たやつも含まれてるし。ぬい。テレビ情報ではあれだね、道美の三日月役のマリオさんが出た、なんて言うんだっけあれ、美の壺っていいのかな、うん、が地上波での放送が9月9日、明日じゃん録画しとこう。9月9日の深夜、うん、25時20分って書いてある。道美といえばこの前うたコン出てたね。トンボ切りは出られなかったけども、別の任務でね、出陣はできてなかったけど、抑えてたね村正いつものキャラじゃなく普通に真面目にさ喋ってたからね。いやいきなりね、いつもあのキャラ出したら大変だからね。うん、脱ぐのを止める役がいなかったからこそよくぞ抑えた。みんな言っていたのが、小手切り号が NHK をファンサービスの場として使ったっていうね。ね、一人手を振ってあらかわいいとで今度はね、あの青作メンバートンボ切りも入ってちゃんと6振りで M ステに出ると、前さあの幕末組だっけ M ステ出て、で分かってる人はいいけども、トウミはあのキャラで行くから、ちゃんとその元々のキャラで喋るからさ、何タモさんにタメ口聞いてんだよみたいな感じで若干外部からね叩きの声もあったけど、今回はどうなるだろうね。まあ普通の人から見たら、知らない人から見たらね、なんかコスプレした色物集団がなんか出てきちゃったっていう印象だろうから、変な目では見られるだろうけども、まあうちらのね富を楽しめる勢で普通に楽しんどこう。まあ知らない人はね、あこういうのもあるんだでね、ちょっとでも知ってくれればいいかなっていう。別にいやこれは楽しいんだよ、舞台楽しいんだよ、ぜひ見てとかね、そんな押し付けがましいことは言わないんで、うん、あの変に叩かないでくださいそれだけ祈る。ちなみに最近 M ステってどうなってんの。俺普段見てないからよりわかんないんだけども、 M ステといえばね、あの階段降りてくるときにあのキャーパチ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 みたいなのあるじゃないですか。でジャニーズの時だけ露骨にキャーウヒョバーバリアーってさ、あのすごい歓声が上がるじゃないですか。でなんか人気じゃないっていうと変だけども、その目当てじゃない客に対してさ声を上げないっていう露骨な、あの主殿、うん、拙僧に修行の時間を、その黙ってて筋肉さえあれば大抵のことはなんとかなるのである、ね、そういう歓声のそんなに上がらないアーティストとかもいて、その差がね寂しかったりするじゃんって話をしようとしたら、代わりに山伏が歓声を上げてくれたんで多分大丈夫だと思います。でも最近だとやっぱコロナ事情とかで観客なしとかでやってたりするのかな。ちょっと気になるけども、あれかね、タモさんとかのトークもディスタンスしてね、ソーシャルなディスタンス作ってアクリル板挟んでとかなのかな。まあ放送を見ればねすぐわかるんで、実際に見て確認してみようかなっていう。あと先日行っていた歌合わせのコラボカフェ行ってきました。やっぱりこのご時世だから、そもそも入れる人数をかなり制限していて、うん、だからより当たりづらかったってのもあるんだろうね。うん、今回選んだメニューがね、フードが小狐丸のお話の小狐幻影症、ちゃんとね稲荷が2つ2人いるっていうね。でもあのメニューだったらやっぱ油揚げをね、うん、口中に頬張れるぐらい、昔の小狐丸は1日に10枚は食わないと我慢できないみたいなこと言ってたし。で、あとデザートのコンペイトー合戦、美味しかった。お団子をね、ちゃんと口に加えて、ダンダンダって、巴方のように言わなくちゃ。あとドリンクがネームレスファイター。綺麗でしょう、これ。うん。ちなみに席はこちら、トンボ切りと青江の席でした。そしてね、コースターがね、トンボ切り、出ましたね。席もコースターも出るっていう。いや嬉しいですね。そして槍、お手切れも出て、で写真には撮り忘れちゃったっていうか、ここには載ってないんだけども、もう一枚は、今釣りでした。普段のトーラブコラボだと刀剣男子の数分あったりするから、コンプしたい人はねかなり大変だろうけども、
今回はね、歌合わせの出陣した刀剣男子たちだけなんで、まあいつものと比べたらコンプしやすいのかなっていう。もちろんね、コンプするほど頑張ったりはしませんけども、あとは復刻ではありますけど、今日から戦力拡充計画、勝つも負けるもサジであるぞ。レアな刀剣がね、出たり出なかったりするんで、しっかりやっておきましょうね。どこもレベル、制限なさそうだね。だから新しく入ったやつのレベル上げにも使えるだろうし。てな感じで今回はここまで。また次回。